CM には行きません。おはようございます。おはようございます。何、はい、いやもう CM 行かないですよ。おはようございます。スペシャルゲスト仕掛け人の西山ほのかです。よろしくお願いします。何何、さあということで、私この場を作るため昨日6時頃古澤さんに嘘をつきました。すみません、電話かかってきたんですよ。そうです、今日ちょっと出られなくなってと嘘をつきましたが、全て嘘です。古澤さん、今日この場のために私渾身の演技で頑張りました。あのそのクレームは後ほど受け付けますので。もう西山ちゃんのことが信じられなくなります。そうなりますよね、はい、ただですね、スペシャルゲストが来ているんですよ、満点ママに。ということでですね、かつて満点ママにも出演されたことのある方なんですが、はい、皆さん予想つきますか。いや、全くつかないです。いろんな方が来てますからね。そうですよね、満点ママに来てます。はい、出演されたこともあるということで、その方なんですが、はい、古澤さんの復帰にあたり長文のメッセージも送ってくださいました。分かった、直人さん。直人さんもメッセージいただきましたが、直人が来るときこんな大掛かりなことしないの。そうですよね、差があるんですか。すごいバイオリニストなんですけど、うん、割と対応軽めです。ほぼ友達みたいな感じで来ますね。直人なだけにね、直人さんでもないんです。で実はその送ってくださったんですけれども、私たち読んでなかったんですよ。それがですね、山ほどファックスメールあの日届いたと思うんですが、なかなか気づくことができなくてですね、まずその方が誰かとお伝えする前に、そのメッセージの全文をここで先に皆さんにお見せしていきたいと思います。はい、ということでモニター出ましょです、出ますでしょうか。はい、ご紹介させていただきます。はい、古澤さん改めましておかえりなさい。スタジオにいる満点ママファミリースタッフ、いつも楽しみに番組を見ている視聴者の皆さんの他に、僕も古澤さんの帰りを待っていましたよ、うん、もうしばらく会えていませんね。会えていない日々が経ち、僕もすっかり年を取り、今ではベテランと言われる年齢まで来ました。満点ママに出るのが僕の目標であり、モチベーションの一つになっていました。だから今の僕があるのも、古澤さん、棚田さんが作り上げてきた満点ママのおかげですよ。はい、さあもう僕が誰だか分かりますか。全く具体的なことがないから分かんないですよね、はい、でもベテランと呼ばれるようになったっていうことは、うん、結構年ですか。私と同い年ぐらいとか、棚田さんぐらい、それくらいの年代ですよね、きっと。若い方ではない。ちょっと大丈夫、ここまで、はい、やって、はい、えってならんよね。大丈夫です、多分袖で超大物でございます。はい、今ね、手紙の全文が遅れて出ておりますが、気にしないでください。そうなんですよ、皆さん気にしないで読んで。今このサッカー、はい、はい、そう、あ、サッカー界のお祭り男、広島市西区出身の牧野智明です。僕は広島を離れて10年以上経ちますが、今でも大好きな番組であり、帰った時にはこうしてたまにファックスも送っているということでした。さあということで、もうお呼びしてもよろしいですか。本日のスペシャルゲスト登場です、牧野智明さんです。お願いします。お願いします。はい、改めましてご紹介いたしましょう、はい、こちらにお越しください。サッカー界一のお祭り男、はい、牧野智明さん、よろしくお願いします。お願いします。お帰りなさい。ありがとうございます。お願いします。お久しぶりです。はい、ということで、びっくりさせるなよ。いや、もうなんかオープニングから直人さんベテラン全然違いますよ。いや、嬉しいですね。はい、ワールドカップサッカーの時見てました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです、牧野さん、満点ママ出演はいつぶりですか。僕はだから2010年の広島にいた時以来だから、そうです、10何年ぶりじゃないですか。10年ぶりということ で、なんか久々に来ましたけど、なんか変わってないですね。楽屋が綺麗になってましたけど。そうですね、建物が綺麗になってます、ね、はい、そうですね、なったということで、まあ、本当に昔満点ママに出演されていたのかということで、はい、証拠映像をご用意いたしました。懐かしい、はい、お願いします、はい、こちらご覧ください。何人か疑ってるだろうからね。やってますよ、ちゃんと。うわー、わったー、わっかっ。
33。変わんないですね。難しいですね。なんかやってること若いですよね。でもやっぱ満点ママに出ることによってこう J リーグから選手がこう情報番組に出ることがものすごいいいんですよっていうのを表彰されまして、はい、そうですそうですそうです。ゴーヤ育てたり、いろんなことを地域の方たちとやることでサッカー選手がこんなにかあの町おこししてるんだよっていうことで J リーグにあの喜んでもらえてです、はい、嬉しいですね。そう言っていただけると、はい、そうだよね。若かったね。若いですね。もう35になりました。そしてあの古澤さん、はい、サンフレッチェ広島応援リレーも走られたんですよね。走りました。宮島で優勝祈願をしてそのしゃもじを持って4人でビッグアーチまで道間違えたんですね。そう間違えて。そんなことありました、はい、番組で突然走れって言われたんですよ。もう私40何歳でしたよ。すごいよね。突然走れと言われて走りました。でもサンフレッチェの優勝を、ね、祈願して、ね、そんなことも一緒にやりました、はい、トランプも作ったりとかね、はい、サンフレッチェと。いろんなことやってますね。満点ママのコラボトランプありました。たくさん、ね、思い出あると思うんですが、まずは皆さんご存知だと思いますが、牧野さんのプロフィールを改めてご紹介させていただきます。かっこいい。サンフレッチェ広島にすごい写真使いますね。ドイツの FC ケルンへ花の海外組として活躍され、日本代表サムライブルーにも選出されました。そしてその後2012年に J リーグに復帰され、昨年末に引退を発表されたということで、はい、写真のインパクトが強いですね。いや、なぜこの写真を使ったのか分かんないですけど、どうせだったらね、サンフレッチェの時の写真使っていただいたらよかった。、はい、ちょっとファッションモデル系で、ね、でも本当にいつもおしゃれですしね、かっこいいですよね、スタイルもいいし、しっかりボール蹴ってましたんで。さあ、そしてさっきのこの写真に関しては、はい、拾ってんじゃねえよ。はい、そしてあの先ほど古澤さんもおっしゃってました、はい、昨年のカタールワールドカップ、うん、はい、本田圭佑さんの実況、そして牧野さんのピッチリポートで、はい、サムライブルー盛り上がっていましたね、はい、まあ、あの皆さん見ていただいたか分かんないですけども、まあ、一人でも多くの方にサッカーの面白さとかね、あの楽しさっていうのを伝えるのができたのかなと思ってますけども、はい、そうですよね。本当にこう盛り上がりましたし、はい、そういった中でこう世界を股にかけてご活躍された牧野さんが、原点は満点ママだと言ってくださってるんですよ。どこでもそんなこと言ってんの。僕ね、今回あの広島にあのお仕事来た時に、まず最初に満点ママ出させてくださいってこのスケジュール組んでやってきましたから。本当ですか。本当です本当です。ありがたいね。そうなんです。でちなみに今回古澤さん、田中さん、サプライズ、そして実は国光さんはご存知ですか。そうです。ありがとうございます。でもう国光ちゃんの子供信じられない。ごめんなさい。そしてですね、まだ一言も話してない中島さんもサプライズかかっております。いや、だから、はい、なぜ僕に言わないのかなと思って。あの今日なんかグルメコーナー僕だけ何もしないって聞いてて、いらっしゃるなら言ってください。ブラボーブラボー。そういうことです。ブラボー引き出した方はこの方ですからね。でもなんか今日のこのスタジオのメンバー見て、あ、懐かしいメンバーいるなと思いながら、アグレッシブですけど、ありがとう。まあ、他局なんで、他局なんでやめて。懐かしいですよ、本当。はい、さあ、ということでですね、今日はこのまま1時間半、牧野さん、満点ママにお付き合いいただきます。さあ、CM の後は視聴者プレゼント企画、田中さんと牧野さんのゲーム対決です。古澤愛が強いのはどっち、田中ちゃん VS 牧ちゃん、サッカーボーリング対決。よっしゃいたしました。月曜日恒例の視聴者プレゼント企画、今日はスペシャルゲスト牧野さんと田中さんに古澤さんへの愛をかけてゲーム対決していただきます。そのなんか古澤さんへの愛をかけてもいらないと思います。いります。言うたびにみんな笑うんで。これがポイントです。古澤さんへの愛ですからね、はい、でもだってあれですよ、僕最初にこの番組出るってなった時に古澤さんいますかってちゃんとスタッフに確認しました。本当ですか。だからですよ、呼ばれてるんですよ。そうですか。そうです、そうです、はい、
ありがとうございます、はい、そんな牧野さんへのメッセージも届いております。 ありがとうございます。ツイッターでちょっとご紹介しますね、はい、牧野さん広島お帰りなさい。いつも奥様との仲睦まじい姿を微笑ましく思っていま す, あります。ご家族で何か流行っていることありますか。マイブーム何ですかね。ブーム、あでもやっぱりあのお互い仕事してるので、うん、あの行ってきますっていう時は必ず玄関にあの送るっていうのはやってます。えそうね、いえ行ってくる頑張ってくるっていうだけです。いやちょっと待って、それ話の流れとしたら、うん、効果、そういうのがないと効果、はい、いやそれだけのスキンシップやりますよもちろん。タナさんどうですか。えお仕事の時にあの行ってきますって、はい、そうそう、自分に帰ってくるんだから。いや僕らのもう3メートルぐらい離れてます。まあコロナ対策でしたね。なるほど。家族で。はい、いろいろね、あのツイッターも来ているということで、はい、ありがとうございます。はい、さあそんな皆さんのエールを力に、そして古澤さんの圧力にも負けずに、お二人には皆さん力を、お二人には力を出し切っていただこうと思います。ゲームのルールもう一度説明いたします。はい、こちらお手製のボーリングピンご用意いたしました。こちら全部で50本並んでいます。そして真ん中にある古澤さんのピン、こちらを倒さないようにより多くのピンを倒せた方が勝ちとなります。古澤さんピンを倒してしまいますとマイナス5点となりますのでお気をつけください。それでは早速ゲーム参りましょう、はい、まずは先行田中さんお願いします。わかりました。頑張って田中さん。これですね。はい、あ、思い出した。今日朝スタジオに来た時なんだこのテープはと思った。そういうこと、ここから投げるってことね。うわ、田中さんどうなんですか、普段運動されてるんですか。普段はね、山に登るだけですね。あ、山にはでも登ってるってこと、まあ、足腰は鍛えられてるんですね、うん、そう、はい、下半身だけは鍛えてます。さあそれでは、ちょっと待って、結構距離あるな。そうなんです、距離あるので結構遠いですね、はい、あと結構跳ねますからそこだけは本当に気をつけて。整いましたら、助走つけてお伝えください。あれいいんですか、そのどうやって投げるんですか。助走つけて、やっぱりそうなる。それ助走いります。いや、これ投げれないって。でも助走つけた方がおかしなことになるから。そうか、分かった。古澤、はい、がそう言うならこのまま投げる、はい、よし、行くぞ。はい、それではよろしいでしょうか、ね、はい、田中さん、ね、お願いします。はい、跳ねますね。ほらっ、いやー、倒した、倒した、直撃、直撃です。言ったでしょ、私を狙ってくるって。その通り。倒れております。いや、何本倒れましたか。はい、今スタッフが集計しておりますのでしばしお待ちを。マイナス5ポイントですからね。マイナス5ポイントあったけど、すごい綺麗に、結構な勢いで、あれあれと直撃しましたよ。めちゃくちゃ痛かったですよ。ということで倒れた数からマイナス5ポイントとしていただきまして、結果こうなりました。こちらです。はい、はい、2、2ポイントとなりました。マイナス5ポイントってそんな効くんだ。そうね、これ今多分牧野さんに投票する人がめちゃ増えてるそっか、これ今でも大丈夫です、ね、はい、11時まで11時までかけられますので、いや、2を超えるかどうかはまだ分からない。超えるでしょ。これいいんですか、2で。もう一回やります。いや、いいの、全然いいですよ。おお、全然いいですよ、やりましょうよ、せっかくだったらね。牧野さんが言ったけ、はい、これはこのままで、これをじゃあこのままで1本これを、あ、これでやりましょう。はいはいはい、優しい、ちょっとなんか避ければいいんですか。さすが世界の牧野は違うな。はい、よし、それでは、はい、はい、え、後悔するなよ。いいですよ、いいですよ、いいですよ、はい、お願いします。よし、よっしゃ、あ、どう、あら、どうなりました。いや、1本倒れました。1本倒れました。3ですね、3。ありがとうございます。なかなか2から差はないですよ。さあ、ということで田中さんは3点となりました。牧野、はい、さんには番組ラストで投げてもらいます。はい、勝つのは田中さんと牧野さん。どっちですか、僕目隠ししましょうか。それぐらいでもいけますよ。余裕ですね。はい、11時まで電話投票受け付けております、はい、お願いします。田中さん、CM 振り返る。相当なショックを、田中さん。失礼いたしました。
しました。この後は一旦ブチウマグルメです。あーもうダメね。さあそれでは運命のサッカーボーリング対決、牧野さんお願いします。はい、さあ行きたいと思います。はい、田中さんの結果が3本。 OK、 分かりました。さあ行きたいと思います。奇跡起これ。行きます。はい、これどうなの。ちょっと待ってこれはいいの。ピンを倒せば OK。 ピンを倒せば OK。 お待ちください。はい、集計結果、はい、出ましたでしょうか。はい、出ました。はい、お願いします。はい、9分。そらしいな。何を使わせば助かった。さあ、ということでですね、倒せピンの数、バナナさんは3本、牧野さんは9本ということで、はい、勝利は牧野さんです。じゃなかったんですよ。本当に。さあ、ということで古澤さん、総評をお願いいたします。はい、どんぐりの背比べでした。ということで今日のゲストは牧野さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また改めて勝負をしようじゃないか。またやりましょうね。やりましょう。はい。